ではトップ10の発表となります。まずは10位から7位です。WBC 世界ライト級タイトルマッチ、デビッド・ディアス対マニー・パッキャオ。大きな舞台はもう慣れっこになりました。マニー・パッキャオ、次なるターゲットが4階級目、4階級制覇を狙います。 WBC 世界ライト級チャンピオンはこの人です、デビッド・ディアス。今回はパッキャオの4階級制覇を阻止できるか。赤のグローブをつけていますがパッキャオ、白のグローブをつけていますがチャンピオンのディアス。アッパか、向こうからチャンピオン、ガードを叩きました。ガードした、ガードした、空いたところを持ってきます。パッキャオは打ち出したら止まらない。いやパッキャオ動くはいいですよね、そうですね、うん、あー左側、よく空いてるところ、よく真ん中外からよく足と手の感覚がよく合ってますよ。いいバランスを見せていますマニー・パッキャオ。ちょっと今防戦一歩、あーまた上げられた、顔が上がっています。ディアス、あーちょっと今の状態を続けて、そしてパッキャオが出てくるわけですよね。それがディアスにとっては悪いパターンですね。ディアスはこれ中盤あるいは序盤ながらこれ捉えどころですね。ここ乗り越えられない。ディアスを中心にしてパッキャオ動いてるんですね、打って動いて打って動いて、ディアスは何もしないのに打たれっぱなしですよ今。打ち抜くっていう感じじゃないですもんね今日のパンチはね。あっとっと、今相打ちですか。今のは右からいいですね。いいパンチが次々と繰り出されます。マニー・パッキャオ。しかし、それでも今ディアスいつものパターン持ってきたようですね。さあ、パックマン、パッキャオ、この4階級目パクッといくか。ただですね、ディアスはミスター逆転男ですから、タイトルを取ってサンタクルス戦もそう、それからエリック・モラレス戦もやっぱり逆転で勝っております。ネバギブアップの選手ですよね。今のディアスの右左空振り見ると完全に焦るですね。そうですね。何やってもうまくいかないですね、まあ冷静沈着というふうにも見る人がいます。このデビッド・ディアスがもう何をやったらいいかわからない状態のようであります。あ、ディアスの顔の腫れもかなりすごくなってきました。おっと右左聞いた、ディアスグラついた、グラついた、それでも出る、もうディアスはこれしかない。浜田さん、そんな感じですね。左いつ出そうかという、おーあとこれも長いジャブ、そう、まあ、ディアスがあーと、なんだ今だ、これダメだ、あー試合終了、崩れました。弱った状態でのダウンですからね。なんと最後は鮮やかに4階級達成です。今日のパッキャオは強かったですね、本当感心しますよ。ロベルト・デュラン、パーネル・ウィテカー、レオ・ガメス、ロイ・ジョーンズと肩を並べました。アジアのヒーロー、マニー・パッキャオ、4階級制覇です。いや、ベストファイトですね。そうですね、最高の勝ち方ですからね。そうね、パックマン完全に時代はパッキャオの元にやってまいりました。4階級制覇です。9位、3団体統一世界スーパーフライ級タイトルマッチ、クリスチャン・ミハレス対ビッグ・ダルチニアン。3団体統一世界スーパーフライ級のタイトルマッチです。一方的な内容になるとミハレスでしょう、うんうん、ただノックアウトだとダルチニアン大いに、チャンスありますね。おお、そうですか。ミハレス一回リズム作った方がいいですね。また左かぶせてきましたが、綺麗な。まあやっぱり自分のボクシングに変えた方がいいですね。はい、うわーっと、また下から。上から左を叩きつけていると思っていたら下から来ました。今のはやっぱ読みにくかったですね。いやいやいや、凄まじいビッグダルチアン、勝ちゃいいんだというボクシングを見ました。お、右。いいリードブローが出ました。まずは外すことからですね。あー、これですね、これまた来た、あー、効いてますよ今。左からの攻撃が中心、効いてますよ。左手ついた感じもしましたけど ね今ね、右の手がもしかしたらついてる。いや、試合はそのまま続行です。続きます。さあ、ミハレスはどうですか浜さん、この3ラウンドに入って、うん、少しずつリズム出てきましたね。もうようですね、3本持ち寄ってベルトを、そしてそれが一人のものになります。ミハレスが2本、そして、ダルチニアンが1本。おお、ミハレス攻勢に出ます。1ラウンド目のダウンっていうのはね、おかしなところがあるんですよ。はい、うわー、はまった、おっと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 、今のはなんか深い音がしました。今日のそのミハレスは明らかに1ラウンド目のダメージちょっと引きずってもらうと思います。打ち合うと、ダルチニアンはやる気だぞという、それ、いやー、バカッと、すごい、まともじゃなかったのか。もう一回アッパーカット、
ちょっと距離から打つんですね。戦えば必ずダウンありですね。ノックアウトありっていう、そういう。ああ、左に当たった。ボディから左。ボディから顔面を左に持ってきました。ああ、決めに来ますか。決めに来ます。効いてますね。さあ、ビッグダルチネルが決めに来ました。ああ、効いてますね。どうしてもですから、こう体を預ける格好になってしまいます。見てる。当たった。いやー、追い足早かったですね、今のは。早かったですね。これは、ダメだ。途中で止めましたね、今ね。3団体統一世界スーパーフライ級王者誕生です。3つのベルトがまとまりました。豪快いいなボクシングしますよね。ねえ。ああ、ミハレスも。まあ、本当にボクシングの幅を広げて安定政権を築いてきたミハレスなんですが、ついに統一戦では、その連勝を止められました。ビッグダルチニャン、パワーが制したことになります。統一チャンピオンですね。ダルチニャンの圧勝という結果に終わりました。ミハレス、ついにその牙城が崩れております。IBF WBO 世界ヘビー級タイトルマッチ、ウラディミール・クリチコ対トニー・トンプソン。さあ、ここで、クリチコはどういう防衛戦を見せてくれますか。まあ、ほぼ同じ上背体重近いんじゃないですか。ですからね、ウエイトでトンプソンの方が3キロほど上回っています。2メーター級の大男2人が激突します。なんかトンプソンの方がこういう角度から見るとアップライトのスタイルのせいか大きくも見えますか。見えストレート、これいきなりナイスショット、こすりました。チャンスと見ましたクリチコ。おー、ミショット、グラスク後ろ交代しました。また右、すごい右、もう一回倒れない、大人倒れません。ガード終わりました。いや、クリチコの今いつもこの体のさばき方と違いますね。やっぱり同じ上背だからですね。うん、だからどうしても左が、やっぱりトンプソンの距離も長いんですね。はい、相手のブロックを破っていく感じなんですよね。あ、そういう意味で浜さん左口からアウトにすると左を、やっぱり体力あるんですね、トンプソンのようですね。うん、ああ、お返しです。おお、左打ったら右スロート。はい、はい、相手の右のブロックを破るのはいい方法ですね。体力はあるし、油断してるとこれこういうパンチ持ってますからね。このタイガー・トンプソンというのはね、見た目以上に豪快ですよ。避けるのが、飛び急ぐ、ねじりましたね。もう一回、これどうだ。今なんかでもこのブロックしてはいいんですね。これは本当にいいんですよ。ただ倒すためにはその左フックを使った方が有利なんですね。おお、右ショット、キーだ、キーだ、キーだ、今のキーだ、今のキーだ、一瞬のワンツー、うん、ガードの上を打たしながら前に出るっていうのが出ようとはしてますけど、やっぱりブロック、もう相当バッてますよ今。ああ、乗っかった、相当バッてますよ。お互いにもつれて、うん、クリチカも呆然と倒しにかかっています。相手のですね、表情が、右ストレート、始まった、ダメか、決まったか、あ、手応え感じましたね。手応え感じますね。おお、起き上がってくる、うん、いけるのか、ああ、止めた、ダメでしょう、うらついてます。試合終了です。11ラウンドノックアウト。この右は相手が打ってきても、相手がブロックしていても自信持った右ですよね。はい、ずいぶん時間はかかりましたが、クリチコ苦しみながらも勝利、11ラウンドにようやく決着いたしました。クリチコ防衛に成功です。7位、WBC 世界ヘビー級タイトルマッチ、サミュエル・ピーター対ビタリ・クリチコ。名誉チャンピオンでありますけれども、挑戦者の立場です。ビタリ・クリチコ、リングに向かいます。今回が3度目の防衛戦に当たります。チャンピオンのサミュエル・ピーター、およそ4年の時を乗り越えて再びチャンピオンになることができるか、ビタリ・クリチコ。2人の身長差は13センチあります。当然でかいのはビタリ・クリチコ。今のこの右を打ち落とすと、ええ、まあ、瞬間的には今右出ましたね。はいはい、右こそ出ましたね。出ますね。左を使っといて、その4年間は心配ないかもしれないですね。
もっとね、ピーターはね、ヘッドスリップ、ウィービング、ダッキング使いながら、その入っていかないといけないですね。あーと入りっぱな、打たれてます。効いてるんですよ今、ピーター効いてるんですよ。完全にあの動き出し捉えられてますもんね。ピーターがアウト動く、そのまさにその瞬間に打たれます。ブランクの、全く感じさせなかったですね。4年のブランクはとりあえずここまではなかったと言っていいでしょう。その4年間の休みの間にですね、その膝も治ったでしょうしね、はい、あーとまた打ち下ろし、打ち落とすという感じですね。もう仕留められるという状態はありますね。おいおい、一発、効いた、また効いた、また効いた、振り終わったところが倒れますよ。あーそうですか、もう観察していますね。あーこれ、走りませんか。本当に天井から打ち落とすような右ですよね。本当ですね。これほど一方的になるとは思いませんでした。チャンピオンが悪夢を見ています。西岡さん、なんとかピーターの一発、起死回生の一発ないでしょうかね。倒れないまでも可能性として厳しい状態ですね。厳しいですか、はい、だからちょっとバックステップしたり回ったり、それで決して速くはないんですけど、ストレートを打てる距離保ちながらボクシングしてますよね。うわー、とっとっとっと、ずいぶん、うわー、効いた効いた効いた、若干カウンター切りだったんですが、うわっ、もう西岡さん、これ揺らいでますよね。そうですね、もうあと一発ですね。ふらふらしてます。うわ、あ、ギブアップですね。ここで試合を放棄しました。勝負はつきました。兄弟で抱き合ってますね。これでね、ボクシング史上初の兄弟、同時期世界ヘビ級チャンピオン誕生ですよ。いやー、全部旧ソ連に持っていかれましたね、今日悪夢を見たのはサミュエル・ピーターでありました。新チャンピオン誕生です。ビタリ・クリチコ WBC チャンピオンとなりました。